ブスすぎる、もう顔が。いやね、嫌になっちゃう。顔が薄いんだよな、ちょっと。顔がソースになったらこんな悩みもなくなるんですけど、まあ、しょうがないですね。で、口をどうにかしよう。口よ、口。赤すぎるからさ。これからあるって何が？私はあまりにもその画面にさ、鏡みたいな状態でここ映ってるわけなんですけど、あまりにもその顔が出来上がってなさすぎて嫌になるので、今ちょっと顔面を作ってる。可愛いは作れる。キャンメイク東京。そう、今キャンメイク東京じゃない。キャンメイク新潟してる。はい、こんな感じでいいです。こんな感じでいいですかね。オーディ聞いたけど KMT ってひどいよね。うん、ポキのこといじり倒すから、まあそんなところが身内系でいいと思いますよ。T シャツかわいい、ありがとう。美人で肌きれい、荒れにくい。いや、そんなことないよ。あのね、私もともとめちゃめちゃ肌汚かった人間だから。それおでこはね、荒れやすい。見て、ここにプツってできてる、これとか。こんばんは。そう、みんな優しいんだけどね。サクシ遅れたけど収穫おめでとう、ありがとう。はい、昨日誕生日だったよね。いるかな、まだ。
昨日誕生日だった人、昨日朝配信しかしなかったから、夜お祝いできなかったんよね。はい、いました、よかった。お誕生日おめでとう。もしかしてゾロ目？何歳？ねえねえ何歳？ゾロ目かな？ゾロ目の一個上かな？え、わかんない。ゾロ目かどうかも知らない。でもなんか去年お祝いしたような気がしたんだよ。去年お祝いしてどうだったっけって感じ。で何歳？ゾロ目プラス1だった。あー惜しい。今までがゾロ目だったのか。だから4ってことでしょ。4だよね。4でしょ。だから幸せー。あ、ポキちゃんのことを押せて幸せーの4だって言ってる。44じゃない、違う。だから34でしょ。33だったんだ今まで。めっちゃ若いめっちゃバラしてるだって。いやで、それでそれでポキちゃん押せて幸せの読んで合ってる？合ってるよね、合ってるよね、合ってるって。ありがとう。全然ポキ押しじゃないんだけどね。おめでとう。素敵な一年にしてね、してね、してね。10月か、楽しみにしてるねん。で、それでそれで次は明日の公演来てくれる人だね。明日は水曜日だからきっとお仕事の方だよね。すごいエビだもん。
でも前から気になってたんだけど、エビってどういう意味？エビはね、エビは来れないっていう人たち。7カニぐらい、7本ネギ。7本くらいネギ。ってことは10本ぐらいになるかなって推測。平日だと普段と違う雰囲気だったりするの？いや、そんないつも通りだとは思うんだけど、ポキは体力がないって自分で思ってるから、2公演よりは1公演の方がやりやすいっていうか、しゃあ頑張るぞっていう気持ちになる。そう、あ、そうなの。いつもの雰囲気だよ。いつもの雰囲気なんだけど、そう、私体力がないからさ、やばい。ラブラが閉まっちゃう。それもそう。いや、私31の4公演が体力ね、多分ね、その一般的に考えたらある方だと思うんですよ。水泳やってたしね、持久走っていうかマラソン大会とか得意な方だったんだけど、カイリさんの生誕からのコマちゃん初日だから、そう、その4公演頑張ろうってなってる。4期の初日更新。え、そうなんだよね。全部出てる私、4期生の初日。ね、なんか全部の4期生の公演初日全部出てんのって誰？
ね、アンナのルアシね、ナナちゃんの時、ナナちゃんの初日の時出てないから。先輩と一緒のラジオだと借りてきた猫状態のプキシだった。そう、そんなことはない。もっちゃんとゆうはか、もっちゃんゆうは私。おお、嬉しいな。みんな3期生、明日の研究生ポジ、明日誰が出るんですか。まず そういうことか。オッケまたベルポキーがどっちかわからない。ベルちゃん夏曲初の場所って言ってたって。だってポキは何も言いません。皆さんどこか、どこポジなのか想像して楽しんでほしいから。ポキは何も言いません。で、さあ、ポキさ、歌っちゃいそうなんだけど。やばいよ。いや、アイスレモネードでも新曲でもなくて、じゃなくてサマーソング、そう、サマーソングセットリストの
やばいやばい、何か他の歌わないと。冬曲でね、冬曲で紛らわさなきゃいけない。そう、涼しい気持ちにならないと。やあと4日我慢できる。あと4日、今日明日明後日明後日、あ確かに4日、4日も下番の飲み物どれがポキちゃん？期間限定のやつ、パインのやつ。昇格したからこの曲でも歌いましょうかね。
が痒かったですね、すいません。ただ今日はなんか喉の調子がそんなに良くない。レッスンで歌いすぎた感じか。いや、そう、そんなこともないんだけどね。どうしよう。ちょっと待ってね。歌えるかな、歌えるかな。練習した？いや、してない。だって今日リハだったんだもん。
えたね。いや、もう超有名じゃないですか。だから聞いたことはあったんだけどさ、まあそれこそ半年ちょい前ぐらいにシアターの女神を歌ってほしいって誰かさんに誰かさんにあのリクエストされて、新しい曲を覚えようプレイリストに入れといた。半年待ちは本当だったんだ。そうだよ、半年待たせるから私。だから今夏曲を、聞きたいなって、この夏曲聴きたいって思ってリクエストしても、歌うの冬だからのうちに冬曲をあのリクエストした方がいいよっていうおすすめ。まあ今はリクエスト受付してないんだけどね。ごめんねサマーお願いしたらお披露目は冬になるのね。でもごめんねサマーってさ、去年の夏にリクエストされた気がするんだけど。ちゃんと聞いてるよ。イビサガールごめんねサマー意外にマンゴーとか入ってるからプレイリストに。一応ね、どうしよう。ついたね。ちょっとさ、その夏曲じゃない系でさ、言ってよ、なんか優が歌える曲にしてね。とりあえずグミ食べる？食べない。あと10分だし。ひと夏の長さよりはさ、歌いすぎ最近明日のなね。待って、よく気づいたね。両席祈願してない。
白言ってよ両席祈願。待ってカラオケ始めちゃったじゃん、危な怖い。はい、あせぶっ明日来てくれる人がいい席になりますように。ポキちゃんコールよろしくお願いします。Yeah.
おやすみ、ありがとう。もう歌えませんね。夏曲じゃなかったよ。これだってさ、私さ、これから4日間さ、配信するたびにやばい、歌っちゃいそうって思ってさ、カラオケするかもしれない。ちょんちょちょちょんちょんちょちょんちょこちょこちょんってやばいよ。それは何の曲やね。何の曲か分かんないように歌った。ちょんちょこんちょんちょんちょこちょんちょんちょんちょこ。あ、確かに。でもさ、歌っちゃってさ、歌っちゃってさ、それが夏曲だった場合さ、コメントでさ、それサマーソングでやるのとか来たらさ、もう本当にさ、ピンチだよね。コウメ太夫やめて。ちょんちょこちょん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 。やめて。じゃ、58分なので壇上読みます。13位千田さん、ありがとうございます。12位メガ少佐さん、ありがとうございます。11位日和ゲタさん、ありがとうございます。10位キットモエラインチューンズデイさんさん、ありがとうございます。9位リエちゃんズさん、ありがとうございます。8位山ありさん、ありがとうございます。7位アベベポキさん、ありがとうございます。6位高尾いちゃんさん、ありがとうございます。5位突破球さん、ありがとうございます。4位まこいもさん、ありがとうございます。3位片山さん、ありがとうございます。2位わたちゃん、ありがとうございます。1位とまおさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。ごめんね、ごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。よし、頑張るぞ。明日も。じゃあ、おやすみ。ごきげんよう。バイバーイ。